そうですね。このね、若干時間をこうずらしていって、この8枠目のところを3周にしたいなって思って、で、あ、まだ絶対決定ではないけど、このね、8枠目を3周で、ここの最後の枠を5分にしようと思ってるんですよ。っていうのは、その今もこの20時40分も星集め1周に、1周集めて投げるので12分って多分かかんないから、そうです、ずらしていって、ずらしていってたよ、ずらしていってたからね、大変じゃないと思う。ただはるかのこの喋りがなくなるだけなので、大変にはならないと思うんですけど、そういう感じです。5分枠ってあるのか？5分、そう、ママとも喋ってたんだけどさ、ショールーム5分とかある？ ある。そう、なんか時間をね、これをもう多分朝も5時15分からにしようかなって思ってます。で、なんかね、いろいろカットして、ここが30分、なんか25分3周を私やったことがないから、なんか週にしようかも迷った。あ、そう、ちかなちゃんやってるやつですね、25分3周。けど25分3周でできない人が出るよりかは、そこで30分使って3周やった方がいいかなって思ったから、8枠目で3周、30分3周をやりたいんだけど、8枠目がそうのくらいで、だから8枠目を19時42分から20時12分にして、でも25分は厳しいのかな。昨日4時40分に星捨て星してって言ってたと思うから、だからなんだけど、4時30分に捨て星をしていただきたいので、まあ余裕を持って4時20分おきかな。10分はちょっと早くなるんですけど。あれ、待って。そうだね、そうなんですよ。問題ない。朝ね、そう、どうしてもここは3周しっかりやりたいので、そこはちょっと大変なのは承知なんですけど、朝は早起き頑張ってほしいなっていうところですね。そう、お昼のね3周はちょっと難しそうなので、そうで、夜の3周の前の枠、7枠目のところを、なんかそれはファンの人それぞれだと思うんですけど、そこに2周の枠があるから、そこに参加する人は16時40分までに星を満タンにしていただくっていう方法もあって、そうなんです。星集めてきます、ありがとうございます。さん付けですよね。そうです。そうです。 なんかそうだ、私至る所になんか「さん」をつけるっていう、なんか「メガネさん」とか「スマホケースさん」とか
って思う。え、確かに。でもお世話に、またあのお仕事とかが始まると思うんで大変になってくると思うし、でもあの明日私昼間できない予定だったんですけど、それができるっていうことなので、できない、私が配信できないよりかはいいかなっていう感じなので、明日もよろしくお願いします。何かが過ぎ去っていった。明日もできる限り来るからね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、ハートさんありがとうございます。そこはチームワークで助け合い、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、チームサニーのに対しては3つけるの大事なので。そうだよね、今までなんかハートには3をつけてなかったね。しのぶさんはね遠くにいます。しまこちゃんはそうですね、たきです。みんな2週目に入る時間じゃない？そろそろあと10分43、2秒、46分から今46分、ん？違う違う、17時、あ、もう2週始まって。誰も、そうです、その包丁見るだけでこう空気が澄んでるなっていう、あ、この空気吸いたいなって思うような映画です。はい。はい。あ、すごく透明感のある澄んでる空気だ、絶対ここの空気吸いたいって思うような映画です。ぜひご覧ください。そうですそうです。伝わった気はする。監督ギフト？あ、間が空いてるのにさ、なんですよね。監督ももちろんそう見、あ、そうですね、そうなんです。20分あっという間、そうですね。すごい、思ったよりツインテールにみんなが、毎朝ママにツインテールしても自分ではできないので、そしてピンクのキラキラのラメラメなランドセルをおばあちゃんとおじいちゃんが買ってくれたので、あ、春花咲いてます。
高校1年生、いや、小学校1年生です。6歳。春花が咲いてるランドセルです。春花咲かせるためにランドセルに土とかも肥料とかも積んでるし、これで満開大丈夫はい、ちゃんと毎朝水やりもしてるんです。はっちゃん偉いでしょ。そういうの世間では設定って言うんだよもっとみんな明るく、なんか温かく見守ってくれると思った。はっちゃん6試合なのにそういうこと言われてもわかんない。わかるわけないじゃないですか。世間では設定ってどういうことですか。はっ、タコさんありがとうございます。ちょっとあと4分40秒この感じでいきますね。はい、はっちゃん6歳だから、この前足し算を習ったんですけど、10以上になる数って難しいですよね。7と8とかだと、7とペアになるのが3だから、8から3引いて5になるから、7たす8は15です。はい、先生が10になるペアをなんか覚えるといいよって言ってくれたんです。19283746555って小学校の教室に入るときはそれを唱えないと入れないっていうルールなんです。そうなの。だからみんな教室の前で19283746555って言ってから入ります。はい、これを覚えることによって10以上の足し算が早くできるようになります。あと2分持つかなって心配してくれてありがとう。でも多分持たない。持たないから、でもこの状況で高校1年生のはるかちゃんに戻ったら、なんか「あ戻った」とか言われちゃうと思うから、頑張って持たせるようにしますので、みんなはるかのランドセルの春花の水やり当番変わってください。毎朝やるのは大変だし、春花なんか水もらってるくせに最近生意気で、なんか水をなんかちょっとぬるいだとか言い始めるんですよ。嫌なやつ。もう水あげんぞ。あと1分頑張ります。はるはなさんに同情するのが出てる村長だぞ私村長なんだよ。なんで村に咲いてる植物に負けないといけないの。ありがとうございました。また見てください。